こんにちは。さあ、豊さん、はい、今年も、オールスターの、no. はい、時期がもう迫って、あともう数日なんですけれども。オールスターやんの？やります、やります。いや、違う違う。毎年ね、はい、オールスターって、あ、今年は誰がどう活躍するのかとか、はい、あ、こいつとこいつ見たいなとか、うん、いや、いろいろあるんだけども、はい、なんか、自分の中でも盛り上がりに欠けるというかさ。わかります。いや実はファンの皆さんもやっぱこの今のオールスターの在り方賛否両論いろんな意見が実は出ているんですよね。 MLB のオールスター先日行われましたけれども、一夜限りのものすごい盛り上がりじゃないですか。やっぱりまあね、ホームラン競争からな、はい、前夜祭があって、はい、で、まあ、試合があると、はい、で試合に選ばれてるんだけど、まあ、千賀なんか投げる機会がなかったという、はい、まあ、それでもオールスター出場と、うん、まあ、権威があるよね。そうです。その権威の生まれる原因って、うん、まあ、30チームメジャーがあったとしたら、毎年その一つの球場でしかやらないから、はい、回ってくるのに30年かかるというさ。あ、だから街なんか大変なお祭りになるよね。うわ、スターが来てくれるんだみたいな。そうですよ。だからそういう盛り上がりはあるけども、うん、ただ昔は3試合やってたからね、我々の頃って3試合だったんですか。3試合もう2試合やって中日があって3試合やるという、はい、拘束時間も長いしさ、疲れてる時にもうヘトヘトだよね。そうだったんですか。まだ2試合やるでしょ、日本の場合っていうのは。はい、まあ12球団しかなかったら12年に1回オラが街に来るみたいなさ、はい、まあ、そんなんでいいと思うけどね。まあ、そうですよね。あとその交流戦が始まってからセとパの強いピッチャー強い打者の戦いってガチで見られるじゃないですか。オールスターガチじゃないからね、なんとなくなんですよね。ああ、まあまあ、だからそれはもう公式戦である交流戦の中での戦いの方がガチにやってるよね。そうですよ。で昔は普段当たらない、例えばパリーグの選手セリーグの選手が当たる、あ、全球ストレートで行くんだみたいな、そういうなんか子供ながらのワクワク感、同じベンチに入ってるよとか、あの普通敵同士のチームがとか楽しかったんですけど、今なんか、まあ、時代だよな。時代なんですかね。こういうお祭り系は楽しめないというさ、うん、楽しまないという、うん、そういうことだと思うよ。やっぱもう人種が変わってきてるというか、うん、思考が変わってきてるから、はい、こういうオールスターに対しての喜びだとか、うん、そういうものっていうのはないんだよね、多分。ですよね。豊さんがちっちゃい頃ってオールスターってやっぱ楽しみでした？いや楽しみだったし、やっぱエナスさんの9連続三振、はい、女すごかったし、江川さんのなんか生で見てたしね、はい、8連続とか、うん、だから昔はその交流戦もなかったし、セパ同士のガチの戦いがあって、はい、でその中に賞金があったんだよね、うん、勝利チームという、はい、それを裏方さん手伝ってる人たちに分配するために頑張ろうよとか、はい、それなんかでこう一掃統一をしながら、まあ、頑張ろうとしてたんだけど、まあ、最近ではちょっと傾向として違うよね、うん、まあ、個人のアピールポイントをもう常に出していくという、もうまっすぐ勝負だとかさ、うん、いや別にいいけど、みんながなんかそういう風潮になってくるとさ、はい、遅いピッチャーもまっすぐ行くとコッパみじんになるとかさ。だから面白いコメントを日本ハムの加藤がね、はい、質問に誰と対戦したいですかって言ったら、はい、誰とも対戦したくないって。むしろ対戦しなくていいですみたいな。いや風潮的にまっすぐ投げなきゃいけないんじゃないかっていう風潮がすごく、ああいう技巧派のピッチャーに対してはプレッシャーになってんだろうなと思って。そういうのもあるんですね、うん、オールスターはやっぱこう出ると疲れるよね。あとは昔イチロー選手がピッチャーやったじゃないですか、うん、あれはすごく楽しかったんですよ。いやだからまあファンは楽しいかもわからないけど、はい、やってる人間たちとすれば、うん、いやそりゃ見せ場はそうかもわからないけども、うん、守ってる野手たちは、うん、なんでお前のために守らなきゃいけないんだっていうことにやっぱなるわけよ。ちょっとしらけちゃう、うん、やっぱみんなプライドを持ってるしさ、ね、で松井にぶつけようとして松井に代わって高津監督を送ったんだよ、野村監督が。野村さんはやっぱそういうのは嫌なんだよ。それはやっぱお客さんが来て、ね、うん、真剣勝負を楽しみにしてるのに、はい、それは失礼だろうという、だからそこら辺でも考え方が違うとさ、ね、やっぱ統一感がなくバラバラに見えるわけよ、オールスターが、はい、ニコニコしててもいいからさ、うん、
でもその戦いはしっかり見せてあげないと、うん、やっぱファンはお金を持って見に来てるわけだし、やっぱ真剣勝負でどっちが勝つかとか、はい、まあ、真剣勝負で打ち取るのか打たれるのか、そういうところも見てみたいだろうしね。そうですね、うん、ちょっとお遊び感が強くなってるから、うん、まあ、そういうお遊び感は見なくてもいいよっていう世の中の風潮があるんじゃない、うん、あと選出方法も昔はそれこそファン投票のみだったんですか。いや、監督推薦があって、ファン投票と監督推薦のこの2つ、はい、で今まあ選手間投票あったり、あとプラスワン、一番最後の枠っていうのも、まあ、今現時点取ってる時点ではまだ誰がプラスワンになってるか分からないんですけど、バウアー選手はもう俺に入れてねって。いや、もうそういう選手は貴重だよ。貴重ですよね、逆に本当にね、うん、でもアメリカが来て、うん、やっぱ彼はアメリカのオールスターにも出てるだろうし、やっぱその権威というオールスターに選ばれる名誉、うん、それを彼はやっぱ知ってんだよね、うん、だから日本のオールスターがどういうものなのかっていうのは彼は認識不足で、うん、でもその仲間に入りたいっていうね、うん、彼の意欲的な発言だとか行動っていうのは、うん、俺はすごいなと思うよね。いいですね。多分ね、出たくない選手がたくさんいるんだと思うよ、うん、まあ、この時期休みたいとか休みたいとかね、うん、だけどやっぱ名誉のことだからさ。そうですね。でやっぱトロフィーとかもらえるんだよ、はい、それがやっぱ並ぶと、うん、やっぱ壮観だよ、終わってから、あ、出たんだというね、はい、だけど山本出ないとか村上選ばれてないとか。そうなんですよね。で WBC で軸だった選手までも選ばれてないというね、まあ、そうですね。怪我で例えば坂本選手であったりとか、坂本選手はあの巨人の、まあ、怪我はしょうがないよ、はい、怪我はしょうがないにしても、うん、怪我じゃなくて成績不振だけども、うん、村上なんかはやっぱセ・リーグの顔だよね、はい、まあ、プロ野球の顔って言っても過言ではないし、はい、まあ、WBC でね、うん、逆転サヨナラ打ったとか、はい、世界一になって帰ってきたとか、うん、だって山本もそうじゃない、はい、宮城もそうじゃない、選ばれてないじゃない。そうなんです、ね、それは本当にオールスターかって呼べるか呼べないかだよね、うん、監督選抜でも村上選手などは選ばれなかったんで、選ばなかったっておっしゃってたんで、まあ、成績的にはね、うん、その物足りないかもわからないけども、うん、やっぱり村上っていう名前がね、はい、やっぱもうスターだから、うん、そこら辺はやっぱりちょっと違うんじゃないかなって。いや、監督としては休ませたいよ。そうですね。いや、本当に、うん、これ権威があるんだったら怒ると思うよ、選手が、うん、なんで俺は選ばれないんだって。だけど今回は選んでないからなって、ありがとうございます。お礼言っちゃうみたいな、そういう風潮はね。そうですね。それをやるんだったらもうやる価値はないよ。そうですね。だってファンも楽しみにできない、そんなんだったら、うん、確かに。まず最初のファン投票の時点で、そのセリーグがあのほぼ阪神の選手 with 秋山選手になっていたというところでも、いろいろちょっと賛否両論、これもあるんですよね。チームの選手が活躍するところっていうのは、うん、ファンの心理からすると見たいよね、はい、だから投票がそういう風になってるわけだから、うん、それはもう仕方ないよね。人気があるし、うん、強かったし、うん、まあ、大体強いとか、はい、そういう人たちに入れがちだからね。そうですよね、うん、だからこれは仕方ないとは思うけど、うん、あとその選べる選手の例えばなんか基準というか、そういうのを設けるとか、その打席数だったりとか何かだったりとか、そういうのを設けた方がいいっていう案も出てるんですけれども、だそれだったら、うん、あの成績順で選ぶしかないよね。あ、まあ、オールスターっていうのはさ、うん、成績は伴わなくても、うん、スターっていうのは選ばれるべきなんだよ、俺は。あ、だから村上なんかそうなの。まあ、そうですよね。それで山本なんかそうなの、はい、で宮城だってそうなの、うん、で WBC に出た人間っていうのはスターなわけよ、はい、今年のヒーローじゃない、はい、それが選ばれてないっていうのは俺はおかしいと思う、うん、そうですよね。で各球団に戻った時に表彰してるけども、そうじゃなくて、うん、オールスターの時に表彰全員呼ぶから、オールスターには、うん、もうその時から決まってていいよ。ああ、WBC に出た選手たちはもう最初からってこと。だってヒーローじゃない、はい、スターじゃない、うん、そしたら来なさいよって、うん、でそこで表彰する、うん、で栗山監督が始球式、うん、そのまま解説者解説席に上がって解説をする、はい、そういうイベント的なことが全く組み込まれてないのかなっていうふうな。
そうですね、まあ、そんな感じがするよね、うん、あとまあ試合数も、まあ、今2試合ですけど1試合で良かったりとか、まあ、これはお金なんだよね。あ、やっぱこういうイベントとかそのポストシーズンとか、まあ、日本シリーズは特にそうかな。ポストシーズンはちょっと分かんないけど、日本シリーズなんかは NPB に入るんだよね、はい、それが1試合なくなるっていうことは億単位でなくなるっていうことだから、はい、だからこれは1試合にするっていう、まあ、財政難というか、うん、まあ、例えば WBC に出場しますよ、対外試合に行きますよとか、はい、遠征費、うん、そしたら全部そこから出るわけだからさ、はい、プール金としたら2試合ぐらい、本当は5試合ぐらいやってくれないか思うぐらいやね。もう3連戦組みますかみたいな。それもそれで面白いですけどね。いやだから2チーム組みましょうよみたいな。はい、なんかそのぐらいやりたいぐらいだと思うよ、やっぱり。あ、そう、財政としたらそんなに裕福ではないと思うんだよね。その裏の事情というか、うん、だからまあ大人の事情で、はい、まあ、そうなってるけどもさ。そうかそうか、ね、だからもうそれはしょうがないんだよね。そうなんです。ただ選手の負担を考えるとやっぱり1試合全力でっていう、ね、うん、条件付きで頑張ろうよっていう、ね、うん、で前夜祭からやればいいじゃん、ホームラン競争とか、はい、向こうなんか半端ないな41本だどうやったらあの制限内で41本全力で振るって言っても大変だぞお前。そうですよね。だってタイムが決まってるわけだ、時間内だから。そう、もうバンバンですもん。もうそりゃ疲れるよ。ですよね。調子もおかしくなるよ打てなくなりますよ。いやいや本当に、うん、びっくりするな、41本だぞ。すごい。でもあの瞬間が最高瞬間出場率いいらしいですね。いやそりゃそうでしょお前あんな試合よりもお前あんなヘロヘロのお前選手見たことないよみたいな。そうですよね、笑顔だけどね。だけどやっぱそういうことも含めて、うん、子供たちに見せてあげたいね。なんかねワクワクするようなものですよね。そう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 、足の速い選手がいるからさ、はい、並木とか、はい、シュートとか、うん、磯畑、はい、あ、和田、うん、こういうので競争させるとかさ、リレーでとか、うん、プロってやっぱすごいなっていうことを見せてあげたいよね。そうだ、ホームラン競争なんだ最たるもんでさ、はい、うわこんなに飛ぶのみたいな、うん、分かりやすいですよね。分かりやすいよね、うん、だからそういうイベントも別にやってほしいよな、うん、前夜祭としてってことだって。試合もあってさ、スタメンでホームラン競争って疲れてで2試合にわたって違うメンバーが出てくるみたいな、はい、もうなんかもういいだろ俺が出て、おだからお前ホームラン競争出れるかって言われたことがあって、ちょ待ってくださいよって出れるわけないでしょって言われたことあったんですか。あるよ。どなたからですか、監督。いやいや、だから甲子園かなんかね。でラッキーゾーンがなかったんだよ、はい、で浜風吹いてるし、うん、入るわけないでしょってやめてくださいよとか言っていや、各チーム一人ずつ出なきゃいけない。あ、各チーム一人ずつだったんですね。だから昔は3試合あったから、はい、太陽ってだいたい野手、俺と秋代さんとか、はい、遠藤さんとか、はい、2人ぐらいしか出ないんだよ。だからお前出れるかって言うから、うん、ホームラン競争だけやめてくださいよって端かくだけですよってそうですよね。だからまあ各球団一人ずつみたいなね、まあ、そういうことで言われたことあるけど、はい、冗談じゃないですよ。断ったんですか。断ったよ。じゃあ太陽からは出なかったんですか。その試合はそのホームラン競争は出なかった。出なかったんですね。そうか。だからこの選出方法もいろいろ考えなきゃいけないけども、うん、スターを選んでほしいな。こう選ばれてる人がスターじゃないっていうことではなくてね、うんうん、はい、名前が上がってない、なんでって思われる選手もたくさんいるじゃない、うん、そうですよね。山本なんかさ、日本のエースって言われながら、はい、え、なんでオールスター出ないのみたいな感じじゃない、はい、村上三冠王、うん、プロ野球の顔じゃないのって、うん、出ないのマジかみたいな、はい、そういうことになるじゃない。例えば去年のタイトルホルダーはまず必ず選出されるとか、まあね、とかあったりとか、だからそういう意味では本当にバリバリのその球団の顔というかさ、うん、そういう人がいなくなったのかな。いや、いないこと。いや、いますよ。いるよな。いますよ。なんかこれ悩んじゃうよね。そうですね。現実的ではないんでしょうけど、日本列島東と西で割ってそれぞれの高校のあれで出るっていうのはどうなんだろうと思ったんですよね。高校野球みたいな感じで出身校別に。何東と西で割って、だから東北の花巻東北 VS こっちだと PL、 あ、 PL はいないですけど大阪桐蔭とかが
その当時のユニフォームを着て出るとか楽しくないですか。それはもうアトラクションだ。アトラクションとして、いやもうそれはオフやればいい。オフやればいいんですか。なんていうの、もうさ交流戦もあるから西と東地区で分かれて、はい、もうやっても面白いなっていう。そうですよね、セとパじゃなくてっていいと思うんですよね。そうそう、西東で、なんかこれやっぱオールスター少し考えなきゃいかんな。そうですね、これだけやっぱもうこうメンバーがちょっと違うよっていう風になってくるとな、うん、はい、まあ、違わないこともないとないんだろうけどね、うん、ただやっぱりそのだんだん盛り上がり的にはどうなんだろうっていうファンの方も増えてきてるので、ちょっと変更というか見直しというか選出方法だったり開催方法だったりとかそういうのを迫られてる時には来てるのかなって。まあそうだな、うん、でもありますね。とはいうものの、今年ももちろんこのオールスターは開催されるわけで面白いゲームになるといいですね。まあ普通の野球だよね。そうですね。